川上貞奴子、明治4年7月18日昭和21年12月7日は、戦前の日本の女優。東京、日本橋の両替所越後屋の12番目の子供として誕生。聖火の没落により、7歳の時に、吉町の芸儀よきや、浜田屋の女将、浜田屋、亀吉の幼女となる。伝統ある、奴名をもらい、貞奴子を襲名。 芸儀としてお座敷に上がる。日部の儀芸に引いで、彩色剣美の誉れが高かった定役子は、次の総理、伊藤博文や西園寺金持ちなど、名だちたる玄君からひいにされ、名実ともに、日本一の芸儀となったと当人や周囲は自慢していたようだが、西園寺金持ちは若い頃から知っているとした上で、福沢桃介と一緒に、 サダヤッコがついてきた話をして、サダヤッコを酷評している。シワだらけの顔におしろいを塗って、まるで、生湯葉に、パン粉を振りかけたようだった。それで、いつぞやシワを伸ばす薬はないかと誰かに言ったそうだ。あんな鉄面皮は普通の工場ではダメだ。よほど高い熱でなければ鍛え直すこともできまいと、炎光秘話で、とてもひいきにしていたとは思えない言葉を残している。 舞台衣装を身にまとったサダヤッコベルリンでのサダヤッコドイツ画家エムスレーフォークトが描いたサダヤッコ1894年自由民権運動の活動家で書生芝居をしていた川上乙次郎と結婚したしかし当初は苦労も多く乙次郎の二度もの衆議院選挙落選により資金難に陥る1898年に二人は築地がしりボートに乗り 国外への脱出を図るという挙に出たこともある。この試みは失敗し、淡路島の住元に漂着して、一命を取り留めた。1899年、川上乙次郎一座のアメリカ巡演に同行した。一座の巡演に関する報道にはこれまで誤りが多く、現在わかっている限りの真相は、井上利恵著、川上乙次郎と、 サダヤコ世界を巡演するに明らかにされている。巡演中は日部を披露していた。サンフランシスコ公園で、公園資金を工業しに、全額持ち逃げされるという事件が発生。一座は、異国の地で無一文の状態を余儀なくされたが、在留法人の支援などで苦境を乗り越える。シアトル公園で、後々有名になった。 芸者と武士を川上が生み出し、エキゾチックな定役の美貌と、写実的な演技が評判を呼び、芝叩く間に欧米中で空前の人気を得た。1900年、恩次郎一座は、ロンドンで興行を行った後、その同年に、パリで行われていた、万国博覧会に招かれ、会場の一角にあったロイフラー劇場において、公演を行った。 7月4日の初日の公演には、彫刻家ロダンも招待されていた。ロダンはサダヤッコに魅了され、彼女の彫刻を作りたいと申し出たが、彼女は、ロダンの名声を知らず、時間がないとの理由で断ったという逸話がある。8月には、当時の大統領エミール・ルーベが官邸で開いた、演遊会に招かれ、そこで、道なり寺を踊った。なお、当時フランスにいた、 サイオンジキンモチの話によると、フランスの女優が日本芝居の死ぬ方を見せてもらいたいと言ってサダヤッコが見せたところ、その批評は日本の死ぬ方は猿芝居よりも悪いと散々だったそうである。サダヤッコの影響で着物風のヤッコドレスが流行。ドビュッシーやジッド、ピカソは彼女の演技を絶賛し、フランス政府はオフィシェダ・アカデミー勲章を授与した。 1908年、後進の女優を育成するため、恩次郎と共に帝国女優養成所を創立した。1911年に、乙次郎が病で死去。医師を継ぎ公演活動を続ける。ほどなく、定役子は大々的な引退工業を行い、日本の近代女優第一号として舞台から退いた。福沢桃介と、 福沢諭吉の娘子で電力王の異名を取った実業家、福沢桃介との関係も話題を呼んだ。桃介とのなれそめは1885年頃に遡る。馬術をしていた帝が野犬に襲われるのを学生だった桃介が制したことで二人は恋に落ちる。一年後、桃介は諭吉の次女、坊と結婚。この後、 貞ダヤと桃助は長い別離を挟む。しかし、女優を引退した後の貞ダヤは、秘伝の相手だった桃助と再び結ばれる。事業面でも、実生活でも、桃助を支え、仲睦まじく一生を添い遂げた。二人並んで甲の場に姿を現し、桃助が手掛けた、水力発電用の追いだ工事の際も貞ダヤは、赤いバイクを乗り回し、 現場を訪れ、他の社員が尻込みする中を一人もモスケについて、谷底まで向かったという。1920年頃、二人は、同居を始めた。二人が、名古屋市内で住んだ邸宅は、二葉御店と呼ばれ、政財界など、各方面の著名人が集うサロンとなった。現在は復元、移築され、文化の道に王冠として再生している。この他、 サダヤッの別荘だった一万小猿が木曽川を望む岐阜県各務原市に現存している。作家の長谷川しぐれは書籠に差し掛かった桃助とサダヤッを見かけた折にまだ夢のような恋を楽しんでいる恋人同士のようだと驚き記している。このように福沢桃助が離婚もせずサダヤッを連れ歩いて妻を放置し福沢家をないがしろにしていることを 慶応関係者はよく思っていなかったようである。二人のロマンスは、1985年に NHK 大河ドラマで、春の波頭の名でドラマ化された。1946年、水臓癌により死去。去年75。その亡骸は、定少時に埋葬された。新派女優の川上貞奴川上貞奴は、日本橋吉町の芸者であったが、 明治27年、創始芝居の川上乙次郎と結婚し女優業に転身。30年代には、川上はじめ座の欧米巡業により、花形女優として評判になった。小串荒比についてご婦人方に告げる目下、欧米万有中心派女俳優、川上貞役術日本でも、 西洋でもご婦人方の美容医のは、おぐしの艶の良く竹の長野が第一かと存じます。この良い髪を持ちまた活発な精神を持ちますには、おぐしを洗いふことにご注意が慣要かと思います。これを怠りますと、毛穴が人工のために塞がれついに気打つ。ヒステリー、気起こします私は千年。およく気、と記された紙編が書き写されている。清水清風蝶。 東京名物百人一首明治40年8月、新派女優の川上貞奴より抜粋、川上乙次郎と、川上貞奴の出身地日本橋では、日本橋オペラの歌劇、貞奴姫が2021年12月10日、日本橋劇場において、文化庁、文化芸術活動の継続支援事業の助成を受けて、記念上演された。舞台設定は史実に基づき、 1> 第一幕、1885年12月3日、天朝節の六名館の夜会。第二幕、福沢幸吉が岩崎桃介の将来のために、定役子に別れてくれと嘆願。第三幕、1900年パリ万博ロイフラーの館のパーティー。第三幕、1908年帝国女優養成所、開所式。 北起人代表の渋沢栄一の祝辞と、貞奴の訪米の経験に基づく、日本人女性の地位向上を願うご挨拶を再現。落語家の米助が貞奴の人生を語り、ベルディ作曲歌劇、椿姫の名場面を融合させた斬新な構成であった。主催、日本橋オペラ研究会、式構成、佐々木治、演出、貞奴役、 福田翔子。レズリー・ダウナー、マダム・サダヤッコ、世界に待った、芸者・集英社、2007年、ISBN40 億8773万4587、帝国女優養成所帝国女優、養成所ことバンク26部屋にサダヤッコの衣装、かかみが原、1万章円を十分指定、中日新聞2018年5月19日。 清水清風著東京名物百人一首明治40年8月、新派女優の川上貞奴国立国会図書館、蔵書、2018年2月19日閲覧、レズリー・ダウナー、マダム貞奴、世界にまった芸者、P279 修営者、2007年、ISBN40 億8773万4587、 日本橋オペラ2021歌劇、ヤ役小姫プログラムデジタル版、渋沢栄一電気資料、ボストングローブ新聞文化の道にようかん。ありがとうございます。